シュラマル。聞いちゃった聞いちゃった、マジでお得な話聞いちゃった。アキコさん何事です？テンション高いですね。私がずーっと行きたかった石垣島、ついに行ける時が来る。それは良かったですね。次の夏休みですか？そうしようかな。もうそろそろですね。どんなホテル取ったんですか？え？ホテルなんか取ってないよ。え？じゃあ、ご親戚のお家とかですか？まあ、そんなようなもんね。あなたの旦那さんの実家よ。はい？あなたの旦那さん、石垣島出身でしょ？だから、ちょっと泊まらせてもらうわね。いやいやいや、誰かに許可取りましたか？主人は何も言ってませんでしたが。今、あなたに取ったじゃない。は？だから行くわね。ああ、楽しみ。宿代がタダって最高。いや、どんな神経してるんですか？っていうか、住所知らないでしょ？あなたの家珍しい名字だから、すぐに探し出せるわよ。東京とは違うんだから、最悪島の人に聞くし。いや、やめてください。あちらのお父さんたちも迷惑しますし、旅館じゃないんですから。何よ、水臭いわね。少しくらい貸してくれたっていいじゃない。私たち親友でしょ？親友？すみませんが、そんなこと私は思ってませんが。何よ、人類皆親友。それが私のモットーなの。しかし、それとこれとは話が違います。絶対に押しかけないでくださいね。はい、いただきました。それって押しかけろってことよね。私半分芸人みたいなコミカルおばさんで通ってるくらいだから、その振りは理解できるわ。いやいやいや、熱湯風呂じゃないんだから。とにかく、あなたが止めても私は行くからね。最悪、あちらのお父さんに止めてもらえなくても、ああいう島の住人って優しいから、誰かしらは止めてくれるでしょう。いや、そんなノープランで行って怖くないんですか？私の人生はノープラン。それで過ごしてきたからノープロブレム。はあ、もう勝手にしてください。そうやって人を利用しようとして、後でバカを見ても知りませんからね。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。急に歌い出したよ、この人。では失礼しますね。私の名前はまなみ。主人と小学生の息子と暮らす40歳です。息子の小学校のママ友には、あきこという変わり者がいて、今回は私が彼女のターゲットになってしまいました。あきこはとにかくずうずうしく、人の気持ちを全く考えず、土足で入ってくるタイプ。主人の実家が石垣島だと、どこで聞いてきたか知りませんが、尋ねられても迷惑なので、あらかじめあちらのお父さんたちには家に入れないように連絡し、警告しておきました。そして、夏休みがやってきたのですが、石垣島上陸してます。イエーイ！結局行ったんですね。でも主人の実家泊まれなかったでしょ？結局どこに泊まるんですか？え？ちゃんとご主人の実家に来てるわよ。はい？あちらからそんな連絡はもらってませんが。なんか留守っぽいから勝手に入った。留守だから食事付きじゃないのは残念だけど、まあ適当に買って食べることにした。何より寝床が無料で確保できたのがお得よね。留守？いやいや、どちらも今家にいると思いますよ。こんな夜中なので。ええー、おかしいな。誰もいないよ。ちなみにどこの町ですか？町とかわからないけど、市街地からは離れてだいぶ山奥じゃない？ん？ああ、それ前の家ですね。だから空き家なんですよ。あら、そうだったの。ならなおさら都合いいじゃん。誰にも邪魔されないフリーダム。いやいや、結構ボロくないですか？だいぶ前に引っ越しされたので。まあ、少しボロさは気になるわね。まあ、寝に帰るだけだし、ノープロブレムよ。そっか。ならご勝手に。ただ、そこ心霊スポットで有名なんで気をつけてください。え？心霊スポット？お父さんたちが引っ越した後、勝手にそこで命を絶った人がいるらしいです。え？ちょっと、聞いてないわよ。あなたが勝手に泊まってるんでしょ？こっちは知ったこっちゃないんで。いや！
なんか風で窓ガラスが割れた。電球も切れた。キャー、あらら、霊がおかんむりなようですね。ちょっと、どうすればいいのよ。怖い、怖すぎる。私、ホラーとか苦手なのよ。あらあら、あんなに意気揚々と旅行の予定立ててた人が急に弱気ですね。ご家族で来てるんならみんなで寄り添いながらとりあえず一夜くらいは過ごせるでしょ。違うわよ、私一人なのよ。え、一人、一人で来たんですか。ちょっと羽伸ばそうと思って家族は置いてきたのよ。石垣島を独り占めですね。まあこんな夜も思い出として楽しんでください。ちょっと、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。あなたのお父さんたちに車で迎えに来るよう頼んでよ。緊急事態なのよ。一人緊急事態宣言ですか。まあ心霊スポットって噂なだけで死には至らないと思うので迎えに行かなくて大丈夫でしょう。嫌よ、怖いの。あなたが言うことを聞かず勝手に石垣島に行った天罰ですよ。これを教訓にしてこれからはズーズーしく接するのはやめてください。ではもう遅いのでグッナイ。ちょっと、それからアキコからの LINE は無視。私は眠りにつきました。だってどう考えても自業自得ですよね。次の日からアキコがどうなったのか少し気になりましたが、また面倒なことを頼まれても嫌なので私は連絡しませんでした。しかし数日後に彼女から衝撃的な LINE が。助けて、やばいことになってるの。あら、アキコさん、石垣島は満喫できましたか。全然。心霊現象で霊に取り憑かれたのか、ずーっと具合悪くて寝たきりだったわよ。あんなに楽しみにしてたのに。じゃあ石垣島に寝に行ったってことですね。お得どころか高くつきましたね。お疲れ様でした。何よ、面白がらないでよ、失礼ね。だってあんなに楽しみにしてたのに。プププププ。やっぱり日頃の行いって大事ですね。きー、嫌なやつ。そんなことより緊急事態なのよ。何ですか。主人と娘が私が旅行中に出て行ってしまったのよ。え、なぜですか。まあ私が反対を押し切って一人で旅行に行ったからとかわけわからんこと言ってたわ。なんなのあいつら。え、反対されてたのに行ったんですか。本当にあなたって自分のことしか考えないというか、呆れます。主人はもう君には我慢できない、離婚するって言ってるわ。どうすればいいのよ。私に言われても知りませんよ。すべては自業自得。あなたの身勝手さに旦那さんもお手上げだったんでしょうね。同情します、旦那さんに。離婚なんて無理だわ、私働いてないし。じゃあ働けばいいんじゃないですか。そんな簡単に言わないでよ。あなたが石垣島に無理やり誘ったって嘘ついてよ。そうすれば旦那も納得してくれるはず。はあ、嘘なんてつきたくないですよ。道連れはやめてください。あなたパソコン得意よね。あなたの写真と私の写真を合成してよ。これが証拠にできるでしょ。本当にずうずうしい人だ。そんなことだから離婚されちゃうんですよ。もう私に関わらないでください。お願い、あなただけが頼りなのよ。ああ、うざ、そのずうずうしい身勝手な性格直してから出直してきな。ブロックします。ちょっと。その後、アキコは離婚。普段から勝手に家を開けたり、家族に対してわがまま放題だったそうです。改めて旦那さんに同情します。そして独り身になり、アキコはバイトを見つけたようなのですが、働いたことのないアキコは、都会では使い物にならず、今はマグロ漁船に乗るバイトをしているらしいですよ。再び念願の海に行けて、よかったですよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。